橋本聖子でございます。このような機会をいただき、誠にありがとうございます。参議院の政治倫理審査会では、先ほど午後3時過ぎから、橋本聖子議員の弁明が始まりました。橋本聖子さん。収入と支出の一部を、清和県の収支報告書に記載しないことについては。長く、慣行的に行われてきたようですが、私自身は、この問題が。 報道されて初めて知りました。安平町出身で参院比例代表選出の橋本議員、自民党安倍派の政治資金パーティー権のキックバックとして、一昨年までの5年間で2057万円を受け取ったことを認めています。2000万円を超える。キックバックの使途について。橋本議員は？ 3年間で2000万円といいしますと、政治活動を否として、明確に収支報告に計上をして、使途をつまみらかにしておりますので、今まで通りに詳細に記載を公開をしているところであります。自民党派閥の裏金事件で最大の焦点となっている キックバックがいつ頃から始まったかについて問われた橋本議員は。先ほどおっしゃってたんですけれども、10年以上前からになるかというふうに思っております。 還付金はそれぞれ相当の分を還付されるということは認識をしておりましたけれども、私の事務所といたしましては、それを政治活動としてというふうに還付されたものとしておりましたので、私はすべて適正に処理をされているものという中で認識をしておりました夏冬7回のオリンピックに出場し、 東京オリンピックでは、担当大臣や組織委員会の会長を務めた橋本議員、政治不信を招いたことへの謝罪の言葉を口にしました。一つ一つ丁寧に説明をしながら、国会議員として、負託を得た者として、しっかりと努力をして、政治信頼の回復に努めていかなければいけないというふうに思っております。